こんにちは、恋愛アドバイザーの津崎まみです。ということで、今日の相談です。今日は、マッチングアプリで出会った女性とデート予定です。初回からホテルに誘うべきでしょうか?というご相談です。そうだなぁ。大人やから、初回からホテルに行くってこともあると思うんですね。だから、男女ともね、お互いがありだって思ったらいいのかなというふうに思います。ただ、初回からホテルに誘うって、メリットとデメリットがそれぞれあるかなと思うので、今回はそれを解説します。目次はまず、初回からホテルに誘うメリット、で、デメリット、で、初回デートからホテルに誘う方法という話をしていきますね。まず、初回からホテルに誘うメリットですね。一つ目、上下関係の上側に立てるです。初回からホテルに誘うメリットってたくさんあるんですね。その中でも最大のメリットっていうのがあって、それは上下関係の上側に立てるってことなんですね。ほとんどの女性って関係を持つと相手に対して無意識に嫌われたくないという感情が芽生えます。その理由っていうのは、太古の昔ね、男性は狩り、女性は集落を守っていました。妊娠とか子育てっていうのは、一定の期間動けない期間っていうのがありますよね。その間、守ってもらわなきゃいけないわけですよ。だから、嫌われちゃったら、そのまま死に直結してしまいますよね。だから、無意識に嫌われないように行動するようになりました。その名残なんですけど、関係を持つと、勝手に相手が嫌われたくないと思ってくれます。そして、二つ目ね。好きになってくれるっていうやつです。これは認知的不協和ってやつですね。心理学における概念で、矛盾する認知や行動を抱えている状態、またはその際に覚える不快感やストレスのことですね。彼氏になる前に関係を持つっていうのは、ちょっと悪いことしてるって思う女性が多いですね。そこで、その場のノリで関係を持ったにもかかわらず、好きになったら関係を持ったことに、脳内変換が起きるんですよ。別にこっちで何かしたわけじゃないけど、勝手に都合のいい展開になってくるんですね。だからね、私、婚活中の女性から相談されて、ホテルに誘われたんですけど、どう思います?って聞かれたら、相手の判断っていうのは、必ずお泊まりの前にした方がいい。じゃないと、お泊まりした後は冷静な判断ができなくなるよっていうお話をしています。お泊まりをすることによって、女性はその男性のことを好きだというふうに思ってしまうんですよね。だからね、その反対の側面で言うと、男性がね、女性をずっと口説きもせず、単純に会うだけですね、というのを重ねていると、女性は恋愛のスイッチがやっぱ入らないんですよね。で、だんだんと女性はね、その男性のあらが気になりだして、最終的には関係が破綻するっていうのがよくありますね。なので、怖くっても、デートを重ねていたら、できれば初回から。頑張って2回目、3回目ぐらいからは、口説き出した方がいいですね。では次。ホテルに誘うデメリットなんですけど、がっついてると思われて惹かれるっていうのがありますね。時間をかけたらいい関係になれそうだったのに、がっついてるって思われて、余裕がないと思われて惹かれちゃうってやつですね。真面目なタイプの女性っているじゃないですか。そういうタイプって、ガツガツ行くと惹かれてしまうという可能性があります。もちろん、誘い方にもよりますけどね。いい雰囲気を作って、で、誘うっていうのが大前提ですよね。だから、デメリットって正直それぐらいで、そんなに大きなデメリットってないんですけど、でもね、誘い方間違えると惹かれちゃうっていうことがあります。ね、ということで次は初回デートからホテルに誘う方法というのをご紹介します。一つ目、カウンター席か L 型の席を予約しましょう。対面よりも横同士の方が自分のペースに持っていきやすいです。あと向かい合ってるとちょっと緊張するんですよ。だから横に座ってる方が口説きやすいです。そして二つ目、ホテルの近くにしましょうですね。いざいい雰囲気になった時にホテル探してもたもたするっていうのが一番冷めるんですよね。下見ができればなお OK です。自分家が近いのであれば、それもありかなというふうに思います。で、3つ目、信頼を獲得しましょう。マッチングアプリのデート、初回でホテルを狙うという場合、短時間で信頼を獲得するという必要があります。その時に、絶対やるべきことっていうのがあるんですね。というか、これをやってないと確実に失敗します。
ということで、動画下の概要欄にある LINE にも登録いただいた方限定で、短時間のデートでホテルに行ける信頼を獲得する方法というのをプレゼントします。LINE 登録後、メッセージに漢字で獲得と書いて送ってください。これ、ひらがなとかカタカナだとダメなので、必ず漢字で獲得とだけ書いて送ってくださいね。そして、四つ目。徐々に相手のパーソナルスペースに侵入しましょう。メニューを覗き込むとか、インカメ、カメラのね、内カメラで写真を一緒に撮るとか、肩と肩が触れ合うとか、あとは足をね、そっと、相手の足があるとして、そっと当ててみる。膝のあたりがですね、そっと当ててみると。あとはね、香水変えたって言って、匂いを嗅いでもらうとか、というのもいいですね。この時大事なのは、サスサス触るとか、あと相手の女の子の手を、もみもみしちゃう人っていうのはいるんですけど、そういうのはね、やめた方がいいですね。気持ち悪いと思われると同時に冷められちゃうと。あと、手をね、例えばこれ相手の女の子で、こう、もみもみするとか、肩もそうですけど、もみもみするっていう動きって、早いじゃないですか。まあ、かといってこう、ねっとり動かすのがいいかって言われるとそうでもないんですけど、動かすっていうのは余裕がないように思われやすいと。なので、動かさない方がいいです。そして、5つ目。未来の話ですね。今度どこそこ行こうよとか、次はいつ会えると先に予定を決めておくことで安心させるということです。そして6つ目、店を出た時に手をつなぎましょう。行こっかって言って、店出たところで手をつないで歩き出します。1軒目で2軒目の店に行こうっていう話の流れだったら、そのまま2軒目に行きましょう。特にどこに行くと決まってなければ、で、この後どうすんのとか、まあその、どうすんのかなみたいな顔で見てくるとか、ということをしてくるので、ゆっくりできるとこ行こっかと誘うといいですね。ということで、まとめです。まず、初回からホテルに誘うメリットですね。一つ目、上下関係の上側に立てる。で、二つ目、好きになってくれるですね。で、デメリットとしては、がっついてると思われて惹かれる可能性があります。で、次、初回デートからホテルに誘う方法ですね。一つ目、カウンター席か L 型の席を予約しましょう。二つ目、ホテル近くで待ち合わせしましょう。三つ目、信頼を獲得しましょう。四つ目、徐々に相手のパーソナルスペースに侵入しましょう。5つ目、未来の話をしましょう。そして6つ目、店を出た時に手をつなぎましょう。でした。今、公式 LINE 登録者限定プレゼントとして、最速で可愛い年下彼女がゲットできる、モテ男モテ落ち完全育成無料講義動画というのをご案内しています。概要欄の URL をクリックして LINE から受け取ってくださいね。動画の内容としては、モテる必須マインド、抱かれても OK な外見、好かれるコミュニケーション、年下女性と出会う方法、デートの秘訣、一コロになる告白の仕方、年下女性をその気にさせる特技、復縁率がアップする復縁の手順です。ぜひ動画を最後まで見て、モテおじ、モテ男になってくださいね。あと、プレゼント動画見てくださった方限定で、無料個別面談も受けれます。実際に受けてもらった方はトークの技術をアドバイスしてるんですけど、これがね、めちゃくちゃ喜んでもらってます。具体的には、会話の添削とか、女の子を楽しませるトークとか、話の深掘りの仕方とか、女の子の感情の拾い方とか、広げ方とか、です。今限定の無料個別面談になりますので、ぜひプレゼント動画を見て個別面談をお申し込みくださいね。私から個別で連絡ができるようになるので、アカウント登録してくださった方は、ぜひ何か一言を送っていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今日のね、ご相談の方に関してなんですけど、今日のご相談って、マッチングアプリの初回デートで、ホテル誘った方がいいですかっていうやつやったんですけど、これダメ出しとかじゃないですよ。ダメ出ししてるっていうニュアンスでは聞いてほしくないんですけど、まあ、せっかくね、相談を送ってくださってるので、力になれたらって思ってるんですよ。なので、言うんだけどっていう前提で、この前振りだったらあれですね、めちゃくちゃ厳しいこと言いそうですね。厳しいことを言うとかっていうつもりはないんですけど、その人の思考って何気ない普段の言動とか行動に出るって私は思ってるんですね。で、相談の内容、日々ね、いろんな方からご相談を送っていただくんですけど、その相談の内容でその人の思考とかコミュニケーションの癖とかってよくわかるんですよね。それで言うと、今回はね、マッチングアプリで出会った女性とデート中です、初回からホテルに誘うべきでしょうかという、これだけだったんですよね。これまでね、ご紹介させてもらった方は、ちょっとギュッとまとめたりとか、
というふうにさせてもらってるんですけど、この方は本当にこれだけだったんですね。この相談って、ちょっとここにね、出しておくんですけど、この相談ってね、いろんな読み取り方ができるんですね。例えば、一般論を聞きたい可能性もあるじゃないですか。あとは、初回からホテルに誘う方法を知りたいのかなっていうのもあるし、もしくは反対の話もありますよね。初回からホテルに誘うって非常識じゃないっていう話をしたいのかなっていうのも受け取れますよね。ね。いろんな読み取り方できるじゃないですか。で、まあ、その中でも今回はね、一番多いのが初回からホテルに誘う方法を知りたいっていう方が多いので、まあ、それにしたんですけど、これ何が言いたいかっていうと、この相談者さんっておそらくね、人に察してもらうというコミュニケーションになっているのではないかなというふうに思うんですよね。人に察してもらうっていうのは、例えば、ちょっと体調悪そうな人に対して、どうしたのって声をかけて、大丈夫っていう答えが返ってきたという場面で、自分は声かけた側ね。で、大丈夫ってめっちゃいろんな取り方あるんですよね。気にかけてくれてありがとうっていう場合の大丈夫もあるし、放っておいてっていう場合も大丈夫って人って言うんですよね。言い方によってどう受け取るかって、その人の価値観に委ねるんですよ。こういう、人に察してもらうコミュニケーションっていうのは、相手側がこの人ってどういう意図で言ってるんだろうっていうのを、その人の言い方、あとは間の取り方で、普段のね、こう人に対するコミュニケーションとか考え方とかというのを、これ無意識ですよ、バーって自分の中にデータとして並べて、おそらくこの人だったらこう言うだろうっていう、まあ相手がこう汲み取るっていうか、そういうようなコミュニケーションになってると思うんですね。なんでこうなるかっていうと、今回のこのご相談をね、見てもらったらわかるんですけど、自分はどう思ってるのかと、自分がどうしたいと思っているのかという部分が抜けてるんですよね。だからね、一番もったいないのは、そんなつもりないのに、自分の意見を後出し、じゃんけんする人っていう、ちょっとずるい人っていうね、印象が、周りの人からね、無意識に持たれているともったいないなというふうに思うので、結構ね、男性で多いんですよね。だからね、自分のコミュニケーションがどうなってるかっていうのをね、ちょっと振り返ってみてみるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、このチャンネルでは女性からモテる方法や、あ、そうだった。今日はおばあちゃんとお母さんとね、旅館かな？ホテルかな？に泊まりに来てます。これから、夕飯です。楽しみにしてます。ちょっと写真撮れそうだった。動画は多分ちょっと微妙っぽいので、写真撮れそうだったら後で載せときます。じゃあねじゃない。なんだっけ。あ、このチャンネルでは女性からモテる方法や恋愛のコツについて、心理学や実体験をもとに、初心者の方にでも分かりやすく解説をしておりますので、ご興味ある方、ぜひチャンネル登録をお願いします。X とインスタと TikTok もやってるので、そっちもよろしくね。じゃあね。うまそう。うん。